日中笹川医学奨学金制度により全国の医療機関で1年間の研修を積んだ第5期中国医学研修生が笹川会長を訪ね帰国の挨拶をされました。私は社会は一家、人類はね、兄弟姉妹主義者。ところが同じ兄弟であってもね、上と下とは大変だ。ただ中国の皆さんの方はね、日本には一番近い兄弟であるという考えなんで、その一番近い兄弟の皆さん方はね、情報して帰るからといって、もう帰りません。帰れるからね、ちょっと勉強しようやからね、どんどん広げて、それで、病院の少なくしてくださいよ。それをお願いしますよ。尊敬する皆さん、今日は私たちはここに集まって、出向式典に参加できることを大変光栄に思います。さらに私といたしましては代表して発言する機会を与えていただき本当にありがとうございました。笹川医学奨学金という制度は中国の医療関係者にとっては大変ありがたい制度と思います。この制度は中国の医療事業の発展と日中両国の医学の交流には大きな役割を果たすことと思います。これから、この制度は、続けることを期待し、いろいろな形で、日中両国医療技術の交流と活動が行われる楽しみにしております。研修生代表から笹川会長と石立理事長に感謝の花束が贈られた後、実り多い1年間の研修を終えた第5期研修生たちは笹川会長を囲んで研修成果を語り合い、この成果を中国人民へ活用し日中両国の医学発展に生かしていくことを誓い合いました。